ソフトバンクの孫でございます。よろしくお願いいたします。我々は投資家ではなくてですね、資本家なのだと先日の株主総会で発表させていただきました。じゃあそのソフトバンクグループが一体どのくらいこの AI 革命の中でですね、資本家として資本を投じておるのかということでございますけれども、世界の総額の約 10% を我々ソフトバンクグループが資本家として提供していたということが数値で判明いたしました。間違いなくですね、この分野においては世界最大の資本家としての存在にソフトバンクグループはもはやなっているんだろうというふうに思いますね。去年の第一四半期は 1.2 兆円の純利益でありました。今年の第一四半期は7600億円。決算上の数字では大幅な減益ではありますが、スプリント、T モバイル関連の一時益を両方の年から差し引くと、それなりの成績であったと。ビジョンファンドの投資損益は6兆7千億円ほど利益が出ていると。我々の会社としての企業価値、これは時価純資産ナブで見るべきだということを繰り返し申し上げております。我々が持っている時価純資産の中で上場株と未上場株というふうに色分けをすると、ピンクの部分が未上場株であります。ブルーのところはですね、全部上場関連でありまして、我々の部分もソフトバンクグループも9割近くはですね、このように毎日世界の投資家の方々が値段を洗い替えしているという状況の中で客観的についている物差しの価値だということをぜひお分かりいただきたいと。でこの色分けはそれぞれの銘柄ごとのですね、我々が保有しているものの価値ということになります。未上場に投資したものが上場株に変わって約12兆円ぐらいになりましたと。その中から2兆円はもうすでに売却をして現金として手に入れて、そしてそれを次の再投資に循環させていく、そういうエコシステムができつつあるんだと。我々が保有している株式価値に対して 16% の借り入れ比率であると。この赤い部分がブルーの部分の 25% を上回らないように平常時で運用していきましょうと。ビジョンファンド関連ですね、会社数という意味で300社ぐらいに分散できました。このように見ますとですね、どっか一社の会社に依存するという状況ではなくてですね、だいぶリスク分散が図れるようになった。ただ一つだけリスクを取っているのは AI 革命だと。じゃあ地域はどうかというと、世界のどっか一カ国にですね完全依存ということではなくて、かなりバランスよく分散できてきたのではないかなというふうに思うわけであります。世界の GDP の中の 1% の広告と 1% の e コマース、これがインターネット革命が従来の産業を置き換えた部分ですね。 AI はどうかというと、残りの 98% の産業 GDP、 これを全部今から置き換えていくというのが AI 革命だというふうに私は思っています。 AI は全ての産業をこれから革新していく。世界中の AI の起業家、300社の起業家の皆さんと我々資本家としてのソフトバンクグループ一緒にビジョンを共有して未来を作るということで AI 革命を実現させていきたい。 AI 革命は始まったばかりだと心から信じて、不退転でこれに取り組んでいきたい。なぜならば我々は情報革命で人々を幸せにしたい、そういう未来を作りたいと心の底から思っているからであります。これからもしっかりと頑張っていきますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。